さあ、今日は今年初めての、長良川のこのエリアです。春の代表的なエリアなんですけど、今ちょっと水が多い周期に来まして、さらに一昨日雨が降ったんで、めっちゃ濁ってます。で、濁ったところで、クランクベイト、まずこれを様子見していきましょう。今日はこのクランクと受験トラッキーですね、フリック、去年もフリックここで、たくさん釣れたんですけど、フリックしか実は持ってきてないので、もうこの2つで春のこう入ってくる魚をちょっと当てに行きたいと思います。その川の状態をね見極めた上で、ここに自分が来れてる、今来れてると信じてるんですけど、まだちょっと早いなってなる可能性もあるし、ちょっと紙一重なとこです。基本的にはファーストリトリーブでちょっと早めに巻いてるんですけど、何か物に当たったら止めて、ちょっと止めてまたリーディングみたいな感じでメリハリをちょっとつけて巻いてます。比較的浅いエリアなんで、でこの濁りで魚が横移動しやすい状態に、なりましたと。で水位も多いです。で、大潮っていう絡みもあるんで、浅い方に刺してくるだろうと。ただ一つ懸念材料としては、その一昨日の雨で水温が少し下がってるんで、もうちょっと日が当たってきてちょっとポカってくる、昼以降ですね、昼からが勝負かなと思ってます。さて、昼になりました。また戻ってきました。ここから夕方にかけてね、入ってくる魚をちょっと狙っていこうと思います。はい、ジゲトアキーかな、とりあえず。一番じっくり見せれるのがジゲトアキー、しかもこの天気なんでね。めっちゃでかいの来る可能性があるから、
うわ、来た。おっしゃ、マジやべ、マジでっか、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 マジ頼むよ。この辺で食ったらちょっと大きい。でっか、フリック、フリック、でっか、50ペ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 、でっか。ちょっと、ちょっと、おっしゃ、でっか、うわっしゃ、でっか、うわマックスサイズ、やば、50分フリック、マジか、でっか。ちょっとホームラン打ったわよっしゃゴンザレスメス来た、やばくないこれ来たよ、筋肉隆々、長良川本流バス、フリック、牧場はここにありました。やーべ、最高、うわー、めっちゃ速い、しゃ、オッケー、バイバイ。ふっと、わー、ブリックシェイク、今のはちょっとエグすぎました。やっぱり釣ったのはフリックシェイクです。はい、スポーニングの、ね、季節に差し掛かってくると、今までこうスインベイトとかビッグウェイトとかやってた釣りだとなかなかこうメスが反応しきれない時っていうのがあって、結構シビアになるんですよね、食べるものに。で、そういう時は、これです。はい、でフリックシェイクの 4.8 インチに、一応まあ沈み物とかあるし根上がり火もね怖いんで、これザップさんのインチ脇アイガード、はい、これです、これです。で今はね 1.3g かな、 1.3g で、ボトム付近ちょっとふわふわふわってやってたらメス来た。いろいろ今日条件を変えながら、様子をね見てたんですけど、クランクはまらず、入ってきそうなポイントもいまいちパッとせずっていう感じで、まあ、この時間になって、はい、メスどうかなと思ったらこういう縦ストガラミいましたね。これ足元が H コンになってるんで、焼いたですよね。これが結構縦変化になってるんですね。だからこういうところでフラフラしてる感じで、2メーターぐらい水深はあるんですよ実は。だけどその2メーターの中層でじゃあ1メーターを引っ張ってるんじゃなくて、まあ、ちょっと1回落としてボトムに落としてからゆっくりこうボトムちょい上ぐらいかな、20センチぐらい上をちょっとイメージしながらふわふわやってきたら、バイトがあったって感じですね。これでもっと晴れたりとか、あと水がクリアだったりとかっていう感じだとどうだろう、もうちょい上もやるかな、ポカポカしてきたらね。今こうせり出してる木が作るシェードとかある場所ではかなり上の方で浮いてることも多いんで、まあ、天候次第で、そのレンジを変えると。でその時に 0.9 を使ったりして、あの今 1.3 使ってるんですけど、ちょっと軽めにして上の層をよりふわふわ引っ張ってくるっていう、使い方ですね。縦ストに関しては刻みます。縦に伸びてるストラクチャー、橋脚、杭、こういったこう H コですよねがあるところは、刻みます。刻んでいって、で今の場合はちょっと、下からちょっと浮いてる感じがなかったんでね、ちょっと下の方からやってみようと思って、一回落としてからその辺をボトムちょい上げぐらいを、やってました。はい、